さて、じゃあこっからがまだ行ってないところかな。行きましょう。ぷかぷか漂うトレーナー発見。あなたも水タイプ使いなのかな。その辺のジムトレーナーよりよっぽどタイプ統一してるよな。逆に言えばそのジムトレーナーがみんなタイプ統一縛りじゃないってことなんだろうな。普通のトレーナーの方が好きなタイプとか好きなポケモンに偏る傾向があるみたいな感じなのかもしれないね。やったね。キャモメときたらペリッパかな。アズマ王か。アズマ王はちょっと怖いんだよな。飛来心の可能性あるから。ガバイトいけるかな。ちょっと待ってね。ガバイトの残り経験値によってはちょっと出したいんだけど。あと6000。まだ遠いから、あまりリスクを負う必要はない。ということで、ドラプ読んで。飛来心じゃなければな。普通に電気技で攻めるんだけど、飛来心だった時が怖い。ドリルライナーを使える可能性も否定できないからね。グラスバイゼン。グライダ。いい火力。ジタバタ。ちょうどよく削られる想定だったらしいな。甘いぜ。ということは逆に飛来心じゃなくてもスパークでミリダイとかされてたら危なかったわけだな。オッケー。意外と考えているじゃないの。さてと、なんだかんだもうすぐな気もするんだけど、こんなところにトレーナーが。岩かと思ったよ。決めた。君に勝てればポケモンリーグにも買おう。そんなふわっとした考えでいいのかい。海パン野郎の港が勝負を仕掛けてきた。 V0 を繰り出した。キュキュキュン。こういう海を渡るときみんなこの海パン野郎とかビキニのお姉さんだけど、エリートトレーナーがビッパに乗ってるとかないのかな。それもちょっと見てみたいな。ビッパに乗ったエリートトレーナーが勝負を仕掛けてきた。毒クラゲ。毒クラゲはね、これガバイトで多分いけると思うので、行きましょう。氷技を覚えていない限りは、ガバイトに分がある。そしてここで勝てれば1000以上の経験値は硬いからね。食らいなさい。お、こっちの方が早い。惜しい。あとちょっとだったね。バーバルクラセン。やっぱり痛いね。でん。ちゃんと相手できるぐらい強くなったっていうのは非常にいいね。1200経験値とトリデプスもレベルアップ。ぷかぷかぷか。海パン野郎の泣きなしのお小遣いを全部もらっていく。フェリッパー。せっかくなんでフェリッパーは倒しておこう。でも毒クラゲかフェリッパーしか見てないな。おー、野生でアミフラシか。やっぱ素の特性なんだな。逆に隠れ特性が何だったのかが思い出せないんだけど。さて、だいぶ来たと思うんだけど、お、船乗り。足がつくね。珍獣。これ、船乗りの前を通らなくちゃいけないパターンかな？うん、左を越えていく感じか。行きましょう。ポケモンリーグを見たくてここまでやってきたぞ。熱意がすごい。ポケモンリーグ行きの飛行機とか通ってないのかな？めちゃくちゃ入り組んでるから多分船はないんだろうな。ポケモンがいなかったら交通の不便がやばいよな、この辺。土地があまりにも未開拓すぎるぜ。やったね。
船乗りにラペリッパよく似合うな。トリトドンか。トリトドンね。トリトドン相手できる子がいないんだよな。これは地味にきついね。ちょっと待って。というか地面タイプに弱いポケモンしかいねえ。これはちょっと編成を間違えたんじゃないのかい？うちのパーティートリトドンに弱すぎる。原子の力とか使われてもやばいよ。ただ泥爆弾、マッドショット、泥かけ。何が来ても無効化できるから、無効化自体は相性いいと思う。そういう厄介な特殊技を使われないっていうのはね。ツバメ返し。3発ぐらいかかるかな。おお、でも3発いけるなら。原子持ってるし。地味に痛い。大丈夫。ここはツバメ返しで削って、うわー、自己再生粘ってくれるな。でも正直雨降ってるから水の波動とかの方がきついんだけどね。おお、やるな。えらいぞ、ムコーク。よくやった。最高だよ。褒めてもらおうと思ってやってくれたんだったら褒めてあげないとな。てててて。ん、さて、お、最後ゴーリキか。ゴーリキは普通に無効化でいいかな。でも結構物理方面硬いから、あれ、トバリシティの時のようなことが起こりそうでちょっと怖いんだよな。ドラピオンで行こう。ちょっと体力も減ってるしね。せっかくうちのパーティーが相手できないトリタドンを倒してくれたという功績もあるので、ここは一旦帰ってもらおう。ゴルヒークロスポイズン、キャッ、強い。お、急所いいね。スナイパーの効果で急所に当たった時の威力が高いから、ドラピオンはぜひ急所に当ててほしいね。ガガーン。よし、ではこの調子でいきましょう。ちょっと足場が多いね。再びビキニのお姉さん。上に誰かいてダブルになったりしないっぽいかな？ならないっぽいね。では素直に戦いましょう。またトリトドン出てこられるとちょっと怖いけどな。一応備えておこうか、置こうか。ドラピは上げておきたいから、トリデプスかな。よく考えたらトリデプス嘘っきりともタイプ被ってんだよな。切ない話だぜ。じゃあ一応トリトドンが出てきた時だけマスキッパに頑張ってもらうみたいな感じでいこうか。よろしく。まあビキニのお姉さんはあんまりトリトドン使ってくるイメージないけど。一体だけだった。これはいけるかな？ガルダック。ワーゴワー。レントロー。ここはボルトチェンジ使って、万が一耐えてきたら、マスキッパに頑張ってもらおう。アクアジェット。相手が使ってくるのは初めてか。クライナップ。お、耐えるね。地味に高校ボルトチェンジだから、マスキッパが被弾しないというのもでかい。行ってきなさい。ボルダックは多分氷技覚えてないでしょう。じゃあ、ここは残り体力少ないから草結びで行こうか。アクアテール。耐えるよ。伊達にタイプ相性が有利ではない。よし。威力足りなかったらどうしようかと一瞬頭よりいったが、グラスミキサー 5% で外すよりは全然マシでしょ。いいぞ、マスキッパも久々に頑張ったね。ビキニのお姉さん率高いな。ビキニコンテストで優勝したから今度はスーパーコンテスト賞で優勝を目指す。すごいね。ミスビキニってこと？もしかしたらこのビキニのお姉さんのトレンドに合わせて他のビキニのお姉さんが、あれ、姿形を寄せていっている可能性が？あ、あの、ビキニのお姉さん界の重鎮たる、あの人に姿を似せていかなくっちゃみたいな。
そういうのがあるのかもしれない。そして蛍光をちゃんと横のラインが夜だと蛍光色で光ってんだね。すごいね。ハイパー。蛍光とかネオランとか夜出てくるのは結構いいかもしれないね。ドスイ。プロビキニのお姉さんを激怒しました。小弓さん。ドーン。でも、ビキニのお姉さんコンテストっていうのもちょっと気になるけどな。作戦立て直しとかなきゃ。なんか詳細を教えてくれるわけじゃないんだな。さてと。海パン野郎との対決に備えてと思ったけど、まあレントラでいいかな。結構メンツが似通ってるんだよな。波の水使えばいいのに、わざわざ自分で泳ぐ。それ気になってた。我ながら物好きだよな。ただの物好きだった。じゃあ主人公が泳がないのは多分泳げないんだろうな。なんかこういう、めちゃくちゃ広い海で泳いだ経験とかがないから。かろうじてなんか学校のプールの授業とかで泳いだことがあるっていうのと、その広い海でいきなり、ね、対岸に着くまで泳ぎ続けるっていうのはハードルが違いすぎるからな。もしかしたらその親御さんからの NG が出た可能性がある。海パン野郎。海パン野郎で水平っていい名前だな。さあ、これが最後の海パン野郎だったりするのかな。泳ぎないのなら俺が泳ぎ教えてやってもいいよ。ナンパされてる。海パン野郎のなんか、あれかもしれない。お決まりの口説き文句みたいなのかもしれない。あの海パン野郎さんはこの滝登れるのかな。海パン野郎の滝登り。ビーダルー。これ波乗りを覚えているビーダルが滝登りも使えるってこといいのかな。エース的なビーダルなのかもしれない。そして、ついに到着。とりあえずこれポケモンセンターでブックマークできたことになるのかな。やったぜ、ユリトレさん。以上くじってたけど、帰って燃え上がってきたわ。ポケモンリーグで一旦敗北を喫したのかもしれないね。よーし、無事到着しましたね。ただ、あと、あれだ。この先洞窟を越えて、本格的にポケモンリーグを目指すという流れになると思うので、ちょっとメンツを変えつつ、一旦区切って、次回、このポケモンリーグじゃない、チャンピオンロードだな。チャンピオンロード攻略へ進んでいきたいところですね。ちょっと相手も手強くなると思うので、メンツを変えて、嘘っき入れたいけど、あえて外すならムクホークかな。レントラーは、あれ、ライバルのトマトくんが直前で出てきたように、出てきた時用にね、ちょっといないといけない。ポケモンリーグといえばライバルとの再戦みたいなの結構あるからね。ドラピオン。ドラピオンも今後に備えてっていう感じかな。うん。とりあえずメンツはこんな感じかな。さあ、チャンピオンロード。ここのチャンピオンロード何出るんだったかな。なんか、チャンピオンロードのイメージって、なぜかルビサファのハリテヤマが出てくるイメージばっかりあるんだけど。どんなのがいたかな。鳥使いさんは、あんまり戦ってこなかった人はね。レントラーでいけるかな。いや、鳥使いだったらウソッキー頑張れるかもしれない、ワンチャン。ちょっと行ってみようか。もっと羽ばたくためにどこまでも戦い続けるわ。無空ホーク系かな。威嚇が痛いかもしんない。夜のずく、ちょっとレアだね。というか出るんだったっけ。探してこなかったな、そういえば。ご覧、色違いのウソッキーだよ。奇しくも第二世代対決になるな。突進。この岩のボディには効かないぜ。思った以上に効かなかったわ。硬いね。クラナ。あギャン。お、強いね。やるやん、ウソッキー。これはもう桁繰りでいきますよ。ゴッドバード。残り体力少ないのにため技を使ってしまうとは。
岩雪崩外れを期待しているのかもしれないが、甘いぜ。さあ、問題はもう一体だな。さすがにムクホークとかは相手できないと思うんだけど。ガバイト48。これいったかな ?48 進化だったと思うんだけどな。ムクホークいるか。一旦レントラー変えるか。で、威嚇を受けても威力の下がらないボルトチェンジで交代しながら、で、相手がちょっと耐えたら、ウソッキーに交代という流れにしようか。レベルも近いし、結構耐えてくる可能性あると思うんだよな。ていうか、インファイト覚えてる可能性あるから、ちょっと怖いんだよな、普通に相手するのは。わー、本当にギリ耐えられた。いやー、でもよく考えたら、ここでインファイト使われると地味にきついな。ウソッキーでは厳しいか。防御力の高いドラピオンでいこうか。ムクホークの方が早いかなと思ったからちょっと高校に期待したんだけど。危ねえ。そうだよな。飛行技使ってくるわけないもんな。これは防御の高いドラピオンを選んで正解だったね。クレーナ。電光石火インファイトツバメ返し。あと一個なんかっていう感じだったかな。オッケー。ムクホークは味方としても頼りになるから、敵に回すと結構厄介なのよね。さあ、レントラー、豪華猿とレベル1差だね。飛べない私。さあ、どうかな？来たー。ガバイトの様子が。てん、てん、てん、てん。ストーリー中にね、育てるの夢だったんだよ、この子。カモン。かっこいいね。ガバイトはガブリアスに進化した。ガブリアスのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。この角度懐かしいな。ダイパって確かこの角度で見てたよな、ガブリアス。なんかちょっと見上げるような感じ。なんというか、すごいでかいポケモンっていう感じの印象を抱くようなポーズだったよね。ジェット戦闘機に負けないスピードで空を飛ぶ。狙った獲物は逃がさない。飛ぶって言ってますがな。噛み砕く、これいいね。噛みつくと書いておきましょう。攻撃力重視で。自信は自力で覚えるんだったかな。ちょっと忘れちゃいましたが。さあ、ガブリアスくん。せっかくだからステータス見ておこうか。テレヤ。下手になんかどっか能力が下がってるとかじゃないから、その方が強いかもしれない。レベル48の時点でこれということは、まあちょっと、あれだね、能力値の割り振りがあれだったっぽいけど。おお、でもムクホークとかより一気に能力値が上回ったね。素早さも128まで上がりました。まあ豪華猿の攻撃性能の特化具合に比べるとちょっとあれだけど、やっぱりバランスが良くていいね。じゃあこっからちょっとガブリア戦闘もやってみようか。普通にトレーナー戦するのにでも、差し支えない強さがあると思うので。ガラバッチ。いいね。なんでもな、美味しい。またお買い物しないとな、これ。そしてこっちではないと。ここから、どこかのタイミングでロッククライムで降りないといけない感じか。でん。こっちかな。ゴルバットが多いんだったら、レントラーで倒して、あれ、経験値にした方がいいかな。ウソッキーのレベルを上げるんだったら、ちょっとこの辺で稼いでおかないと追いつかないかもしれない。で、トレーナー戦の直前にガブリアスに変える感じでしょうか。もう、ゴルバットかと思ったら急に変えてくるな。てん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 と。よし、では。今度こそガブリアスに頑張ってもらおうか。今までどんな戦いをしてきたのか見せてもらうわ。チャンピオンロードはなんかエリートトレーナーが結構多いんだよね。ミコトさん。
ゴルダック。いきなり相性良くないよ。だがガブリアスのパワーであれば、ねじり伏せることができるのではないかな。せっかくだし頑張ってもらいたいよね。イレッドラゴンクロー。はい、ドン。いいね。硬いぞ。急所どころか。なんか心なしか減りもだいぶ緩やかになった感じがする。ガバイトだったら倍ぐらい食らっててもおかしくないもんな。ハピナスか。ハピナスね。これはゴーカザルで一回でバンと決めておいた方がいいかな。ガブリアスに頑張ってもらいたいというのもあるけど、フェアリータイプの技を覚えてる可能性も、なんかチャームボイスとかよくわからんのを使ってきそうな気がした、一瞬ね。というか、ハピナスはいろんな技を覚えられるから、冷凍ビームとか持っててもおかしくないからね。グラワーパンチ。おー、体力の減りが早くていいな。ハピナスぐらい体力多いとな、全然減らねえとかあったかもしんないだけど、え？すげえ、こんなくれんの？あ、やっぱ HP の高さがそのまま経験値に繋がってるのは変わってないんだな。すげえもらえるじゃん、これ。お、嘘っき、カウント。いい技覚えるね。なみなみ変えるか。これで頑丈だったらな、頑丈カウンター決まるんだけど。みんな一気にレベルが上がっていく。みことさん、もう一回バトルしませんか？そういう戦いね。そういうとは一体なんぞ。しかも、あれなんだな、一回で6000くれるんでしょう。みことさん、バトルしませんか？ダメだったー。洞窟の中じゃ使えねえのか。くそー、この人と何度も戦いたかったな。ピピマークス。どっか他にハピナスを使ってくるトレーナーいるんかな。そういえばそろそろ服装変えたいな。チャンピオンロード超えたら、また服装変えるかな。ビッパー、岩砕きはビッパ担当なんだな。ビッパってどうやって岩砕いてんだろうな。やっぱあの前歯かな。右の方にベテラントレーナーがいるな。チャンピオンロードといえば怪力。あー、これはなんかどっかで見覚えがあるかなと思ったんだけど。あれ？どうやってやるんだったかな。一旦岩壊さないといけないから、あれ？こっちからじゃ越えられないんだったっけかな。仕方がないな。では、ちょっとこのエリトレと戦いしてみようか。見ただけで強いとわかる。ガブリアスのオーラを感じているんだろうな。ゴー、ゴー君。キャロップ、お、相性いいじゃない。お、かっこいいね、キャロップ。ギャロップは目元がキリッとしてるけど、ちょっと優しそうな表情なのがいいよな。おお、さすがのタイプ1抜群。これ今まではね、ちょっと残ってたかもしれないんだけど、確実に倒せるようになったな。ズボをつくか。今回はいっかな。ご縁がなかったということで。マスキッパは結構ガブリアスと相性いいというか、ガブリアス側からは対処しづらい相手だと思うので変えようか。マスキッパだよな。ゴカザルかな。ウソッキーで相手できるわけないもんな。ドラピオンという手もあるんだけど、まあ、久々にゴカザル頑張ってもらおうか。久々じゃねえな。さっきハピナスで戦ったばっかりだわ。マスキッパーに対して俺は油断はしないよ。カイングルマ。はい、ドーン。やったね。ゴーカザルまただったかな。もうぼちぼちフレアドライブ覚えてもおかしくないと思うんだけど。レベル49。ランパルドか。ランパルド誰で行こうかな。岩タイプなんだよね。ガブかな。
ガブリアス行こう。行ってこい。さあ、ランファルド。かわいいな。なんか昔はかっこいい系だっていうイメージは強かったけど、ちょっと丸々としたフォルムだよね、どちらかというと。地ならし。うえ、耐えるか。ちょっときついか。何やってくるかな。ダメ押し。岩技が効かないからちょっと、サブウェポンに逃げたな。ラムファルドは攻撃のステータスがめちゃくちゃ高いんですよね。ガブリアスより高いはず。ただ攻撃一点特化に近しいから、ちゃんと攻撃で攻められないと厳しいっていうのはあるんでしょうけど。チャーレムか。チャンピオンロードっていう感じの面々だな。でもなんとなく格闘タイプが多いイメージだな。これは上から行った方がいいのかな？うんうんうん。こうで。あ、違った。これは、ギアを上げて飛ぶと。で、野生とのエンカウントをちょっと下げるためにこうやってやっておくと。これで、これ今ギアどっちだ？こっちか。で、上のやつを先に拾うと。なんだろうな。ビビリカバー。なんとなく、目についたアイテムはちゃんと拾っておきたくなるな。はいどん。これで、あれ？戻ってきちゃったーん。あれ？ということはこっちじゃないのか。下行けないもんな。いや、行け？いや、行けないはずだよな。ということは一旦戻らないとか。ダイパのチャンピオンロードもほんと攻略するの何年ぶりだって話だからね。全くと言っていいほど覚えてないな。この下かな？イチャモン。チャンピオンロードにまで来てイチャモンをもらうとはな。